今日さ、新入社員の歓迎会やったらしいよ。あ、そうそう。あれ、俺断っちゃった。あ、俺も。面倒くせえよ、普通に。いや、こうやって二人でしっぽりのものが結局一番楽しいよな。そうなんだよな。そんな飲みたくもねえしな。そう、うん、しっぽりのものが一番大学生のようです。ほんとそう。マジ早く休み来ないな。ほんとそう。行きたくねえ会社。ああ、早く土日来てほしい。何甘えこと言ってんだよ。飲むぞ。はい、ということで、お久しぶりでございます。そうだね。うさい部長。どうもどうもどうも。まあ、茶碗挟みつつと。うん、久しぶりだね。はい。どうしたの？まあ、本日はですね、うん、ちょっと僕らでお酒を飲もうかなと、はいはいはい、思っているんですが、はい、お酒ね。はい。やっぱり僕らだけだと、あ、制限をかけちゃうなということで、はいはいはい。きょうちゃんに、うん、まあ、そう、背中を押してほしいなと。あー。だきょうちゃん飲めって言ったら、僕ら持ってって飲んで。あ、もう、いくらでも。あ、いや、目安は合計でお酒の度数が1000度飲めたら、まあ、クリアということで。ああ、なるほどね。だいぶやばい。1000全員で協力。協力ね。まあまあ、まあ、楽しく飲もうよ。まあ、楽しく。確かに確かに。お酒を飲めますから。ちょっとジャイハラセントっていう名前はもうついてるんで。ジャイハラ。ジャイハラ。ハイハラ。ジャイハラ。よろしくお願いします。お願いします。うわ、ま、逃げたくなる僕たちの背中を押してくださいっていうポジションね。あー、オッケーオッケー。まあ、だってみんなもね、まあ、とりあえずテキーラっていうのね、聞くんじゃない。テキーラ、そうですね。あっ、マルちゃんとキヨちゃんがマルちゃん、共鳴した、共鳴した。マルちゃんもテキーラ。マルちゃん、マルちゃん、もうやっぱテキーラ。テキーラです。40度ですね。おお、40度。はい、あ、いやいやいや、なんか普通になんかドレミみたいな。え、サイズ感おかしい。違いますよ。何、サイズ感おかしい。じゃあ、とりあえずこの一杯目はくっつけようかな。ありがとうございます。ちょっと、ふんってない。そんな気合い入れる。いただきます。いただきます。だってこれ10杯飲んだらもう終わりですから、ね、終わりだよ。で、ヒルキするよね、それだけ聞いたら。いやいや、俺は今付き合ったからね。本田教授はスーツだったのとね。そうだよ、スーツだったんだけど。教授はスーツお願いしますって言って。スーツは、スーツないから。あ、前日に。そう、前日すぎて、もう本当に。まあでもよかったよ、俺がスーツじゃなくて。何ですか。俺がスーツだったらもう、それはもうとんでもないことなんですよ。なんで。何それ。いや、ちょっと待って、これ行った方がいいかも。あ、40度です。お、一緒やん。そのテンション的なものもさ、はい、あれじゃん、動画を回ってるっていうテンションでちょっとお酒を飲むんですよ。一番いいこの曲だからね。なんかそこに入れたりお酒嫌いやん。決まるねー。はい、はい、ありがとうございます。えい、やごっかいいんだよな、やっぱ。あ、ごめんなさい。皆さん、お水一杯もらってもいいですか。え、え、やばっ。え、いやいや、グレープフルーツジュース。え、これで今40、40、40、40、40、40、40、そう、200、240。え、もうすぐやん。一緒ですよ。もう手伝わんやん。もしかして俺これ利用される。
千まで。もうですな。この流れで。この流れで。実際こっちが払ってる。そう。あれっつって。飲んだことあるカシス。ないっすね。ないでしょ。ないでしょ。え、いいんですか、カシスだけ飲んで。いや、わかんない。まあ。まあまあまあ。ちゃんと見せてください。見たい。一回見たい。見てください。そうそう。覚えてますよ、俺と京ちゃんニコニコ超パーティーで嬉しかったの、廊下で。それやばい。出会いが俺より早い。知らない。京一郎さんは廊下から歩いてくれる。わっ、なるよね。いやいや、そう。いや、マジでそう。マジでそう。なんで俺、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。北海道の四天王といえばやっぱ、バンドマチシ、最終駅俺たち、水曜どうでしょう。俺差し込んでたマジ？でそのうち来たら七五五で五五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 そのうち五五一水曜どうでしょう発送したら一番好きですから方向性違うから方向性違うんですよ違う違う何も合わせないでよ。オッケーオッケーです。言葉が一緒だったら俺飲むから。せーのせーの美味しい。はい、わかんない。え、これ余裕でこれはいける。これだ。これいける。マジでこれ。え、スキューちゃんあんまりダメじゃん。そんな顔する。そんな顔見たことない顔するじゃないですか。大丈夫キョウちゃん大丈夫。で、今合計300です。もう3分の1ほぼ。いや、早いね。あ、そっか、ちょうど春、今のうち飲んだ。いや、でも今トイレで一旦休憩中なんで、帰ってきたら今のうち飲んだ。待ちます。なんかあっちに、はい、40度の酒を飲んで、40度の。うわ、トロッとしてるわ、これ。ね、うまいんだろうな、でも。ね、これちょっと。ちゃんと飲みて。40な、はい。はい。です。あー、変わらん、これ。助けてくれ。今隙間で。とりあえずさ、スキーしました。もう今40飲んじゃったよ。嘘。いや、見てないっすよ俺。もう飲んじゃったよ。見てない。じゃあ俺も見てないから飲んだよ。ん？見てないから。48どっち？どっち？でも一人はかわいそうじゃない？いやだからやばーい。すごい感じだね。うわ、これすごくない？一番これパンチあるよね、結構。でもすごい今だって40ったから160。いや、じゃあ今です。あ、4040じゃん。で44じゃん。160でした。えあまあでもやっぱり、はい、俺ら今チームじゃん。はいはい、そうですね。3人でこの40を一緒に割ろう。バカじゃんだからね。いやだから、いやほら、したらこういうことこうして。あ、はいはいはい。そういうことね。こうして、あ、ちょいちょいちょいみたいなね。そうそうそう、一杯分で。そう、一杯分ってことだな。500。あと半分。これ背中押さえてください。折り返しよう、折り返し。背中させないで。折り返し。どうした、背中させないで。なん、どうした。いやいや、いいどうした、どうした。あ、そう、危ない。あ、そう、やっちゃってるの。やっちゃってる、やっちゃってる、やっちゃってる、やっちゃってる。まあ一回500いったっていうことで、うん、まあここでまあとある検証をしたいなと。え、お、何ですか。はい、もらっていいですか。まあ最近ですね、その公開オンエアの動画で、うん、テキーラとか飲んでもおいってならないっていう検証したんですよ。うん、ああ、やってました。一番いいって言ったのがシュークリーム。ええー、うん、というわけで、まあテキーラ飲んだ後にシュークリームで相殺するって言って。テキーラ飲んだのくらい。テキーラください。やば。さあ、ペアだ。あ、ペアだ。やった。これ、ちょいとこしの鑑定だ。最初はグー、じゃんけん、ほい。焼酎、甘くてみなんだって。